週末版の一員、正真正銘の忍者じゃ。忍者？じゃあさっきのは伝説の変化の術か？でも週末版ってなんだ？週末版はシャブ行にある神里綾人の隠密部隊じゃ。現在神里綾人とシャブ行は中立な態度を維持しておる。わらわでも週末版を動かすことはできぬ。しかし年中サボっている週末版の一員を捕まえて手伝わせることくらいは可能じゃ。いや、では何時らには城内へ入り、天領奉行が裏切った証拠を探してきてもらうぞ。あのような場にわらわが顔を出すのはふさわしくないからな。そんなこと言われたって。お、もうとっくに分かっているものじゃと思っておったが、いいじゃろう。少し手がかりをやる。部外者にとって天領奉行の細部まで知ることは確かに困難なことじゃ。じゃが三奉行が将軍を補佐し密接な関係を保っている以上、他の奉行が異変に気づくこともまあまああることじゃろう。分かったようじゃな。幕府軍の南寺に対する捜索はまだ終わっておらぬ。じゃがこの週末版の忍者の助けがあれば南寺の友と無事再会できるじゃろう。約束の日までに証拠を持ってくるんじゃぞ。両奉行は国内の軍事事務を掌握しています。彼らに隠蔽の考えがあった場合、我々に知る術はございません。その結果将軍様はメガリレーで生じる害を誤算してしまい、それを続けているのでしょう。もし天領奉行の上層を手に入れることができましたら、全てがわかるはずです。理にかなっているかもしれません。天領奉行の隣には千手百目神像があります。もしその周囲で花火を放てば天領奉行も無視はできないでしょう。その時に左右が天領奉行に入り込めば、上層や他の証拠などを。予想通りだった。人がたくさん、気をつけないと見つかる。潜入するには注意をそらさないと。摂が上層を手に入れたら木漏れ茶屋で集合する。それでいい？それと、もし摂が捕まったら助けに来て。本当に大丈夫か？確かに運動は成長を促すけど、これは運動しすぎたかも。クラクラしてみんな回ってる。ダメ、眠る前にまだ重要なことが。そう、手に入れた。主らの言う上層が何なのかわからないけど、怪しいものは全部持ってきた。はい、これ。節はもう寝る。